神通大橋の所在地。同じ位置に架けられた富山大橋上空から1975年に撮影された国土交通省国土画像情報をもとに作成。橋の右側に富山城、左上側に富山県五福公園が見える。神通新大橋は神通川に架けられた富山市内の橋梁。1909年に架けられ、1935年に 富山大橋が完成するまで共用された。東京より6年早い1903年に、神通川の900メートル北側に、神通大橋が架けられていたことから、神通新大橋と名付けられた。また略称は、新大橋で、連隊橋とも呼ばれた。1907年、富山市五福に、陸軍の不評第31両団司令部と、不評第69連隊が設置された。 弊社と市内中心部とのアクセスのために道路を新設することが同年の見解で議決され、コストと利便性の観点から富山城市の大手から精神するルートが選ばれている。これに伴い途中の神通川に新しい橋が架けられることになった。1908年8月20日から木造橋梁の工事が始まり、1909年4月10日に完成した。 平営道路と橋梁を合わせた走行費は75,460円に上っている。同年4月14日に行われた道路全体の開通式には3万人が集まり、市内の青木家の三大夫婦により橋の渡り染めが行われた。それまで神通川佐賀と富山市内の間の交通は900メートル下流の神通大橋、または1.6キロメートル上流の有沢橋を、 利用していたが、東波市の開通により、アクセスの利便性が向上した1916年には、富山市による、呉葉山公園の整備に伴い、富山地方鉄道呉葉線が建設され、同年11月に軌道が、橋上に敷設された。一方で洪水の被害も、幾度か受けており、1914年8月には、全長238件のうち126件が、 流出して仮復旧のため三橋式の仮橋が仮設された。さらに1918年には、神通川の改修工事によって東橋が堤防より2メートル低くなり、1920年の洪水では、西詰めの橋脚2組と、軌道部分の支柱4組が流出している。同年4月1日、内務省告示により、神通新大橋を含む富山高岡間道路が、 国道11号に指定される。1932年に旧国道11号の富山市小杉町間で富山市による改良事業が始まると、これに先立つ1928年に県会で東橋の掛け替え事業が決議された。財政難から一時は中止されたものの1932年に改めて予算が付けられ、新しい橋は1934年に着工して、 翌年11月に竣工した。この初代と山大橋は1936年4月13日に共用が開始され、これに伴って神通新大橋は廃橋となった。東橋の基礎は地屁とソロ板機を付設した上に厚み2尺のコンクリートを打ち、レンガを積んで橋桁の接触部に高質の石材を使う頑丈なものだった。道荷重は 壺あたり400巻目で設計されて、電車軌道の不設にも耐えたが、蒸気の通り洪水で一部が流されることもあった。ありがとうございます。